オッケー。あとはここからですね。集計中。怖い怖い怖い。ベルニアも残る運命ですかね。お、来た。はいはい。2本買って、よっしゃ。3本買って、よっしゃ。4本目。おい、来てる来てる来てる。おい、おい。来てる来てる。ベルニア買わないで。ベルニアックスだけが売れ残るっていう。こいつだけ、ニスロでちょっと高いんですよ。これ高いんですよね、ちょっと。だから、売れ残るっていう。ベルニーだけ売れ残るっていう。悲しい。紫から行く作戦にしよう。オッケー、紫全入札してからの斧。オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。悪くない。高っ！なんでヘイゼルサックスだけ高いな、これ。ムカつくぐらい高いな。オッケー。これで全体を見ると。全体見て、こっからな。うわっ！これ買ったっすよ。全部買ったっすよ。あ、お、え、お。やっちまった。やっちまったー！やっちまったやっちまったー！やっちまわかんない、全然。見てみるか。ちょっと待って待って待って。何かの見間違いかもしれん。何かの見間違いかもしれん。何かの見 見間違いだろ！何かの見間違いだろ。絶対ベルリンの方が高えよ。あ、なんかベルリンの方が高くねって思ったけど、ちょっと一本なんか違うのあったな。はい。ということで、まあ、あれが、いわゆる、ベルニーの悲劇ってやつなんですけど、僕、ベルニー、10個、買ってしまった10個を取引所に流したんですけど、売れてたんですよね、4つ。ちょっと数えてみればわかると思うんですけど、1、2、3、4、5、6って、4つ売れてたんですよ。で、やっぱり、間違えて買ってしまう人が いると。いうことだと思うんですけども。まあ、ベルニーって本来、あまり買うものではないと思うんで、まあ、伝説、ど、
ニスロの唯一買うぐらいだったら伝説イスロ買うくねみたいな、そういうノリあるんで、まあ、本来買わないものだと思うんですけど、間違い買ってしまう人がいると。で、僕なりの、間違えて買わない方法なんですけど、まあ、取引所ってこういう風に見てますよね。こういう風に見てると、やっぱ買ってしまうんですよ、間違えて。特に、この全体を、全体表示にして、紫等級から、こう、上にこういう風に持っていくと、わかります？ベルニアックスから、上にこういう風に。下から見ていくと、下から上に見ていくと、すごい間違えるんですよ。すっごい間違える。これって多分おそらく名前が表示されてないからだと思うんですよね。お、これ、シャメラックス終わった。あ、これ買えるっつって。で、即時購入ある。は、買おうっつって、ポチポチポチって押しちゃうっていう仕組みだと思うんですけど。なんで、上から見ていくっていう、まあ当たり前のことなんですけど、上から見ていくってことをマジでおすすめします。で、あとですね、経験値効率、同じっす。同じっす。同じなんで、等級が同じやつは同じということが分かったんで、まあ本当に、ベルにはもう、食わせる目的では本当絶対買わない方がいいですね。絶対買わない方がいい。という、まあ、学びです、これも。学べたんで、いいかなと、僕は思ってます。はい。ということで、今回の動画はこれにて終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、毎日、夜お昼と、YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では、質問受け付けておりますので、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。